ちょうど新幹線来てんじゃん。これでいいか。すいません、そこ僕の席なんですけど。え？何言ってんだ。ここは自由席だぞ。え、でも。でもじゃねえよ。ガキは普通の電車乗ってろ。すいません。お客様、降りていただけますか？え？なんでだよ。こちらは修学旅行専用車両です。一般のお客様はご乗車できません。修学旅行だと？こんな時期に旅行行ってんじゃねえよ。学校で勉強してるわ。まだそんなこと言ってるんですか？この電車が走るのも3年ぶりです。その間、多くの学生さんが涙してきたんです。僕は、そんな悲しい青春があってはいけないと思うんです。知らねえよ、そんなの。僕ら大人に彼らの一生に一度の思い出を奪う権利はありません。行かせてあげてください。まったく、次ので行くわ。え、キンさん、ありがとうございます。いえいえ、皆様の望みを叶えるのが仕事ですから。すいません。はい、どうされました？財布の忘れ物ってありましたか？確認しますので詳しくお伺いしてもよろしいですか？はい。どこで落としたか覚えてますか？多分トイレに置いてきたと思います。かしこまりました。財布の特徴を教えてください。確か茶色の長財布ですね。ブランドは？何だったかな。結構前に買ったので覚えてないです。わかりました。お客様、ちなみにこちらでしょうか？ああ、そうですね。はい。財布を忘れる方はよくいらっしゃるんですけど、大切な財布のブランドを覚えていないという方は少ないんですよ。いや、買ったのが結構前だったので。ちなみに中に免許証が入ってるんですけど、お名前お伺いしてもよろしいですか？ああ、なんだったかな。ちょっと前、結構前に名前のなんかいろいろ変更とかがあって、なんか。すぐに警察が参りますので、そちらで詳しくお話しください。ああ、すいません。財布ありました。手遅れですよ。おい、返せよ。ちょっと待てよ。列車発車します。黄色線の内側にお下がりください。おい、LINE 見んじゃねえよ。やめろよ。あとちょっとだけ。おい、見んじゃねえよ。おい、危ねえだろ。下がれ。うん。列車緊急停車します。お前ら、何をしたのか分かってんのか？すいません。すいません。先生に謝られても困るんだよ。お前らが、どれだけの人に迷惑をかけたのか分かってんのか？はい。ホームでじゃれ合ってて電車にぶつかりました。笑えねえぞ。あの電車がもう少しスピードが出てたら、もし通過していく電車だったら、どうなったか分かるよな？はい。お前らは、もっともっと先を考えて行動しろ。頼むから約束してくれ。わかりました。わかりました。無事でよかった。すいません、金さん。はい、どうされました？あそこの男性の方がタバコを吸ってるんですよ。え？私お腹に子供がいるので気にしすぎなのかもしれませんけど。そんなことないですよ。教えていただきありがとうございます。お客様、ここは禁煙になりますのでやめてください。なんだよお前、調子乗ってんのか。いえ、駅構内は全面禁煙ですのでやめてくださいと言っているんです。うるせえな、まだ残ってんだろ。最後まで吸わせろよ。おい、周り見たか？あ？あんた以外誰がタバコ吸ってる？みんなルール守って使ってんだよ。守れねえなら電車乗んな。そんな大げさな。家で嫁が妊娠しててよ、家じゃ吸えねえからその前にと思って。あんたの近くにいたのは妊婦さんだぞ。え？あんたが奥さんを思うように彼女を大切に思う人がいるんだぞ。あんたも親なんだろ。だったらよ、もっと周りを見ろよ。ああ、すいませんでした。駅員さんも子供いるんですね。独身ですが。ああ、飲んだ飲んだ。あれ？おい、蒲郡行く電車いつ来んだよ。お客様、蒲郡方面は先ほど最終電車が出ちゃいましたね。ふざけんじゃねえよ。乗ろうと思って急いで来たんだぞ。そう言われましても出発してしまいましたので。こんな時間客も大して来ねえんだから待っててくれてもいいだろ。申し訳ありませんが他のお客様もご利用されていますので。大体よ、改札まで遠いんだよ。階段も多いしよ。そんなんだから遅れたんだよ。お前ら責任取って臨時で今から電車走らせろよ。申し訳ありませんがそれはできないですね。近くのホテルご利用いただきますか、タクシーで帰っていただいてもよろしいでしょうか。お前舐めてんのか。それだったらタクシー代とかホテル代とか出せよこの野郎。ちょっとそれはお客様で負担していただきますね。お前うちこってんのか。お客さん、それを待ってましたよ。あのカメラにしっかりと証拠は映ってますからね。これから警察が無料でパトカーでお迎えに参りますので、そのままお待ちください。ああ。おー、来た。ちょっとお客様、危ないですので黄色い線からはみ出ないようにお願いしますね。
うるせえな、はみ出してねえだろ。いや、先ほどは夢中になってカメラを覗いていたので気づいてないかもしれませんけど、はみ出してましたよ。いちいちうるせえな。もしホームに落ちてしまったら大変ですので、こちらも安全のためにお伝えしておりますので。ホームになんて落ちねえよ。勝手なこと言ってんじゃねえよ。いえ、過去には落ちてしまい、残念ながら命を落とされた方もいらっしゃいますよ。知らねえよ。お前らがちゃんと見てねえからだろ。お前らがルール守らねえからだろ。え、落ちてからじゃ遅いんだよ。楽しく撮影する分にはいいけどよ、ルールは守れよ。あ、はい。次ルール破ったらもうここ入れねえからな。はい。ちょっと駅員さん。はい、どうされましたか。今俺電話してんだろ。このピンポンって音消してくんねえかな。お客様、それはできないんですよ。なんでだよ、みんなうるせえと待ってるぞ。いて。あ、すいません。お前ぶつかってんじゃねえよ。すいませんでした。ん？まあ仕方ねえか。お客様、先ほどピンポーンの音を消せとおっしゃいましたよね。ああ、そうだよ。この音は目の不自由なお客様のための盲導霊というものなんですよ。先ほどの方のようにこの音を頼りに駅の改札まで来る方もいらっしゃるんですよ。ああ、そうなのか。ここがうるさければ外で電話してください。ああ、まあ寒いけど外行ってくるわ。あ、待たしちゃってごめんね、ゆりちゃん。お幸せに。ご乗車ありがとうございます。ん？お客様、ちょっといいですか。え、なんで。そちらの荷物は何でしょうか。これ、農薬だよ。あ、農薬ですと車内への持ち込みが禁止になってるんですよ。そんなの困るよ。掛川に住んでる山本さん家の畑に農薬撒きに行くって約束してんだよ。すいませんが、ルールになっておりますので持ち込めません。じゃあ聞くけどよ、山本さん家の白菜が虫に食われたらお前ら責任取ってくれんのか。それはできませんが。じゃあ農薬撒きに行かないとダメだ。通してくれ。農薬は危険物なので禁止されてるんです。危険じゃないよ。畑の野菜を食っちまう虫たちの方がよっぽど危険だよ。農家の方からしたらそうかもしれませんけど、農薬はダメです。まあ仕方ねえか。山本さんに謝っとくわ。ご協力ありがとうございます。駅員さんたちのこういう気づきが車内の安全を守ってんだもんな。ちょっと駅員さん。はい、どうされました。そこで一本添わせてくれる。この先の喫煙ルームが新幹線改札内になりますので入場券が必要になりますね。一本だけ吸ってすぐ戻ってくるからいいだろ。そう言われましてもルールになっておりますので。ニコチン切れた俺は怖えぞ。早く通せ。他のお客様にも守っていただいておりますので。わかんねえ野郎だな。じゃあどこですって言うんだよ。東口を出て階段を降りた先にありますので、そちらをご利用ください。あることは知ってんだよ。遠いからここで座せてくれって言ってんだろ。ああ、どうしたんだ。あ、栗山千役、この方がタバコを吸いたみたいで。なるほどな。お客さん、すいませんね。ちょっとは話のわかるやつが来たか。早く行かせてくれ。あのな、タバコは火がねえと吸えねえだろ。当たり前じゃねえか。改札はな、切符がねえと通れねえんだよ。は、当たり前のこと言ってんじゃねえよ。そういうことだ。たっくめんどくさ。もういいわ。どうされました。あ、俺のサンダルがエスカレーターに挟まれちゃって止まっちゃったんすよ。なるほど、怪我はないですか。はい、大丈夫です。他に怪我をされたお客様はいないですか。あの、急に止まったのでこけたんですけど、その時にちょっと。ですと頭なので念のため救急車をお呼びしますね。お客様ちょっと待ってください。なんすか。あとはお願いしますよ。お客様、なぜサンダルが挟まったんですか。ちょっとぼーっとしてたんで。スマホをいじってて足元を見ていなかったんですよね。いや、違いますよ。防犯カメラで確認しますよ。いじってよが良くないですか。そんなに大事じゃなかったんで。甘く考えんなよ。海外ではよ、足元を引き込まれて死んじまった人だっているんだぞ。ちゃんと足元を見ろ。はい、わかりました。すいません、車掌さん。はい、どうされましたか。あそこの席のおじさんたちがマスクもせずに大声で話しながらお酒飲んでるんですよ。あ、かしこまりました。あそこの居酒屋の姉ちゃん可愛かったな。俺もあと20年若かったらいけたんだけどな。すいません、お客様、マスクをしてもらってもいいですか。え、マスクしてたら酒が飲めねえじゃねえかよ。ではせめてお話をするときだけでもマスクをしてもらっていいですか。細かいやつだな。分かった、あっち行けよ。他のお客様も迷惑していますのでお願いしますね。はいはい、これからします、します、マスクします。はい、マスクをしました。ふざけないでください。まだ油断できない時期ですので、せめてマスクだけはしてください。そんなことはな、お前よりよくわかってんだよ。次で降りるから黙ってろよ。バチ当たれ。ちょっと駅員さん。はい、どうされました。この切符払い戻したいんだけど。かしこまりました、拝見いたします。はい。こちら購入されたクレジットカードはお持ちですか。え、あー、
置いてきちゃったわ。そうですか。この切符、ついさっき作った切符なんですけど、持ってないですか？え？いや、さっき友達に預けちゃってさ。財布あるのに、クレジットカードだけ預けたんですか？あー、まあ、なんか、使うらしくて。そうですか。すいません、金さん。さっき買った切符、どこかに落としちゃって、見てないですか？え？お兄さん、本当のことをお願いします。すいません、拾った切符です。あ、拾ってくれたんですね。ありがとうございます。あ、まあ。お兄さん、忘れ物の裏には、必死に探して困ってる人がいるんですよ。肝に銘じます。お客様、列車が通過します。黄色い線の内側に下がってください。お客様、危ないですよ。下がってください。ちょっとお客様、うっ、なんすか？危なかった。今電車が後ろから接近してたんですよ。僕のアナウンス聞こえなかったですか？あ、すいません。音楽聞いてて。音楽を聞くのはいいですが、ちゃんと安全な場所で聞いてください。でも別にホームにいたらぶつからないっすよね。確かにぶつかることはありません。ただ、電車が起こす風の影響で引き込まれる恐れがあるんです。電車に当たったら命を失いますよ。そうだったんですね。知らなかったです。だからこそ黄色い線の内側を歩いてください。わかりました。助けてくれてありがとうございました。次はないですよ。車椅子ご利用のお客様、それではホームへご案内します。悪いね。電車が来るまでもうしばらくお待ちください。はい。え、お客様、危ない。大丈夫ですか？お客様。おい、お前、すいません。俺がいなかったら危ないところだったぞ。すいません。ブレーキをかけ忘れてました。それだけじゃないぞ。駅のホームは傾斜になってるんだよ。だから、車椅子は線路と平行にして止める。これはルールだ。しっかりと覚えておけ。はい。二度としません。やめなく列車をします。来たー、特急焼き。かっこいい。たまんねえな。ちょっと失礼。もっと前行こうぜ。行け行け。危ない。非常、止めてください。いてててて、て大丈夫ですか？お客様、手を使ってください。ありがとう。おい、お前ら。はい。お前らは誰よりも電車に愛があるんだろう。だからこそここにいるんだろう。なのになんで電車のホームでルールが守れねえんだよ。すいません。フレームの中だけじゃなくて、もっと周りを見ろ。お前らは鉄道が何よりも安全が大事だって誰よりも分かってんだろ。はい。撮り鉄の方は素敵だねって言われるようになれば電車も嬉しいと思うぞ。はい。ご乗車ありがとうございます。ん？あのお客様。はい。あの、どうかされましたか？え、別に何もしてませんが。こちらのワンちゃんは盲導犬です。え、ダックスフンドですよね。盲導犬になれるんですか？僕が育て上げたんですよ。うちのチャッピーちゃんは賢いので盲導犬にもなれるんですよ。もし賢く見えないって言うならそのメガネ変えた方がいいですよ。ん？なんでメガネしてるの分かったんですか？あ、いえ、目が不自由なふりをしてダックスフンドに盲導犬のふりをさせるなんて絶対に許しませんよ。いや、チャッピーちゃんとお出かけがしたかっただけなんです。でしたら手回り品切符を買ってください。そしたらチャッピーちゃんと一緒に乗れますから。え、そうだったんですか？よかったね、チャッピーちゃん。やれやれ。へえへえへえ、クソ野郎、これをお見舞いしてやる。正義の鉄拳。危ない。え、危ないだろお前ら。なんすか？線から出てないっすよ。そこじゃねえよ。今棒振り回してたろ。あ、はい。電車の上に電線通ってるの分かるか？あ、はい。架線というあの線は2万ボルトの電気が流れてんだよ。家のコンセントの200倍だぞ。え、もしその棒で触れてみろ、即死だぞ。でもあんなとこまで届かないっすよ。直接触れなくてもあんだけの高圧電流は近づいただけで流れるぞ。え、正義の鉄拳をお見舞いする前にお前のお見舞いになっちまうぞ。気をつけます。え、北千住到着です。階段だるいからさ、エレベーターで行こうぜ。オッケー。おっせえな。もう階段で行く？だるいじゃん。ん？ああ、来た来た。ちょっとお兄ちゃんたち。なんすか？後ろにいる方、足怪我してるみたいですよ。え？でも僕らの方が先でしたよ。そうかもしれませんが、エレベーターでしか移動ができない方もいるんですよ。
お兄ちゃんたちは階段という選択もありますよね。まあ、はい、階段で行きたくても行けないという方のためにエレベーターは設置してあるんですよ、はい、階段の壁に石原さとみのポスターあるよ。行ってきます。すいません金さん。はい、どうされました？あのシルバーの指輪って届いてますか？あー、昨日の忘れ物で届いてますね。うわ、やっぱり届いてるんですね。やっぱりとは？昨日どこ探してもないからもう諦めてたんですけど、ツイッターで拡散されてたんですよ。ツイッターでですか？はい、本当に日本は親切な人が多くてよかったですよ。では身分証明書をお願いします。はい、お願いします。お客様、指輪に彫ってあるアルファベットと身分証明書のお名前のアルファベットが全く一致しないのですが。はい、では確認のため指輪に彫ってあるアルファベットを確認させてもらってもいいですか？だいぶ昔だったんで、ちょっと TY とかですか？おいごろてめえ、人の親切心を踏みにじって悪用に使いやがって。これは立派な犯罪だぞ。すいません。わあ、新幹線だ。宗介、危ないからこっち来なさい。かっこいい。邪魔だガキ。宗介大丈夫？親がちゃんと見とけ。あ、すいません。あなたこそちゃんと周りを見た方がいいんじゃないですか？誰だお前。私は新幹線の車掌です。車掌が口挟んでくんだ。あなたながらスマホをしてましたよね。それでいて子供にぶつかり邪魔だとはあまりにもひどくないですか？うるせえな、ちゃんと子供を見とかね、親が悪いんだよ。お母さんはしっかり見守ってましたよ。無邪気に走り回るのは子供の仕事です。気を使うべきは大人の方ですよ。たく、宗介くんおいで。何ですか？はい、どうぞ。宗介社長、敬礼。